えー、今週のお負けです、えー、今週のおけは、福島忠之さん、えー、男性40代、埼玉県の方ですが、えー、お問い合わせがですね、えー、菅総理が腹筋100回やってるらしいんですが、本当これ、すごいな、西田先生は毎日、靖国兄社に走る以外に何か運動みたいなものをされてますが、また西田先生の健康のためにこれを気をつけてるみたいなの、あるいは知りたいです、私も真似をしたいです。はい、じゃあ言いましょう えー、実は今日もですね朝6時に起きまして6時に起きてですね靖国神社まで、まあ、走ってないんです歩いて行ってですねかなり早歩きですけれども時速6.6キロぐらいでありますで行って帰って、えー、40分ぐらいかかりますねで帰ってきたらですね次に行うのが筋肉体操なんですよでこれがですねもう大変でしてあのこの腕立て姿勢でこれをですね、まあ、上部下部 えー、なんとかとこうねいくつものこうやり方があって、えー、短い時間ですけど回数的には何回かな100回では効きませんね、えー、150ぐらいやってるんじゃないですかこれ,これをや,やっていくわけですねでその後このダンベル持ってこの上腕筋とですね鍛える運動これをやるとでこれも何十回もこれやるわけですねこうやったりでその後が腹筋なんですよ。で腹筋も えー、上部下部それから腹斜筋ですかこのねこれを全てやるやつでこれもしんどいんですよだからこれも腹筋回数でいうとですねそれ百100回では当然効きませんねかなりの回数やりますでそれをやった後ですねレンジバックレンジと腹筋を組み合わせた運動をやっていくとでこれやるとヘトヘトですヘトヘトになりますでヘトヘトになったところで次にですね 開脚前屈、開脚ペタをするためにこう徐々にこう股関節等をですねこの柔らかくしながらやっていくんですけどこれが15分ぐらいかかるんですかね最後ペタまで行くまでにするのは。以上それだけやるとですねやってでそこでえあ,のあれですねえあのホエイテですねプロテインプロテインとか。 えー、このサプリとかを飲んでですねそこから風呂に入って、えー、そして、えー、あの部会とかに出かけていくとでそれまで2時間ぐらいかかるんですよこれね全部でもうこれで本当朝からヘトヘトになっているということでありますが本当はもうねヘトヘトになるからやめたいんですけれどもねまああのー、や,やめると、えーね、太っちゃいますからねまあそういうことでやってるということで是非 継続してくださいでこれは、ね、いつからやってるかというと結局ね私も今,今年62になっちゃいましたけれどもね昔は30代40代って全く何もしてないんですねでまあ50代になるかならないかぐらいからですね要は国会に来てから、えー、私は、まあ、そういう運動ですねいろんな形はいろいろ変えたり、えー、あのしばらく自転車に乗ったりですね、えー、全国はあの東海道中山道とかあの歩いたりとか。 まあ地元の山はどんどん歩いたりとかいろいろしてましたけれどもまあそれなかなか時間がなかなか取れなくなってきてまあとりあえずはですね毎日日常の中でそういう運動をやるとでそしてこの運動がちゃんとできてるかというのが最後はここのこのあれですねえこのアップルフォンアップルウォッチやねアップルウォッチのこの運動量の管理するところで見てもうちょっと歩くとかなんとかという形でやると。 いうことをもう何年も勤めているわけであります。ぜひ、皆さん方も実践してください。しかし、菅総理が本当に百回と本当かな、ね、これは。びっくりしました。ありがとうございました。